角田和夫10月11日から2013年2月14日は日本の海軍軍人海軍航空隊戦闘機搭乗員太平洋戦争における激墜用おつひ機最終階級は海軍中尉。1918年10月11日千葉県安房軍豊田村で農家の次男として生まれた1924年父が死亡 不況もあって、家は貧しかった。1933年、高等小学校2年時に、海軍予科練習生を受験して、不合格となるが、国語の点数が足りないだけなので、長母官の大佐から、来年の再受験を進められ、卒業後、実家の農業を手伝いながら、老人生活を送り、翌年合格。1934年6月、 晴れて、ヨカレン五期生に入隊して、横須賀空ヨカ練習部にて訓練を受ける。同期生に、中瀬正幸、吉野坂修羅。1937年8月、ヨカレンを卒業し、飛行練習生霞ヶ浦空付、佐伯空付として、戦闘機操縦訓練を受ける。1938年3月、比例課程を終了し、三島航空兵装に任官。 大村空配属。1938年11月、空母、総流乗り組み。1939年11月、総流は、南四方面に進出。洋上から南寧攻撃に参加。これが、角田の微人となった。1939年12月、百里原空で、教員勤務。1940年2月、十二空に配属。 観光飛行場に赴任。7月、従来の96艦船装備から冷戦装備に変更される。角田らは冷戦の訓練に従事。9月、戦闘が始まったが、角田は快適する機会がなかった。10月26日、第3次生徒攻撃に参加。飯田房田大意識の発揮編成で、山下小四郎空想長の二番機であった。 向かう途中、中国軍機の変態と空戦になり、角田は、非武装のフリートモデル7練習機1機の共同撃墜を報告する。角田にとって初撃墜となったが、性能の差がありすぎたことと、中国軍機にまるで繊維がなかったため、子供相手に本気で喧嘩したような後味の悪さが残ったと回想している。1940年11月。 内地に帰還して筑波空の教員に配属される。1941年12月8日、太平洋戦争が始まる。1942年4月1日、海軍飛行兵総長に進級。巡視官となったのを機会に、半年間の交際を実らせて妻を迎える。4月6日から、横須賀海兵団で3ヶ月間の巡視官学生教育を受けた。 1942年5月31日、巡視官学生教育を2ヶ月で切り上げ、肉へ転勤。横須賀で連生後の7月31日、出動命令を受け、八幡丸に人員、機材を積み込んで、ラバウルへ出港。8月6日、ラバウルに進出。翌7日、つらぎ島。 ガダルカナル島への上陸を始めた米軍によるラバウル空襲の迎撃に参加。角田は被弾して不時着。角田はまともに打ち合った空戦は初めてで、地上に降りた時には足と声が震えていたという。以降角田はソロモン海域での空戦に参加。中隊長として指揮も行う。1943年6月、内地機関命令を受け、 厚木空の教官に配属。この時点で、ラバウル進出時の二空搭乗員の生き残りは角田を含む三名だけだった。1944年3月、252空に配属。252空は、前月マーシャル諸島で壊滅したため、国内で再建に従事した。角田は、戦闘302飛行隊分隊士として、立山、三沢で隊の連成に当たった。 5月、海軍将尉に任官。6月21日以降、米軍によるマリアナ侵攻に伴い、角田ら252空は、伊洋島に進出したが、米機動部隊の3度に及ぶ空襲及び、艦砲射撃により、0戦62機全機を失い壊滅した。252空は、輸送機で、 縦山に帰還して冷戦をかき集め、7月13日から8月20日まで、伊予島に再進出した。この期間は、マリアナより飛来する偵察機、爆撃機の迎撃、対戦紹介がある時で、大きな空戦はなかった。8月末頃、特攻の新兵器の特攻要員募集があり、部下の登場員が志願したので分隊士の自分も、熱望と書いて提出した。 1944年10月11日、米機動部隊の沖縄接近により角だら252、空は緊急出動。14日、家島から出撃したが快適せず、高尾に着陸。数日韓米艦隊への攻撃、迎撃を行っていたがめぼしい戦果は得られず、隊長、分隊長を失った戦302は戦316の指揮下に入った。20日、 米軍のレーテ上陸に伴い、まばらカットに進出した。攻撃、直演紹介などに当たっていたが、11月6日、エンジン故障で不時着した、ニコルス基地で、神風特別攻撃隊バイカ隊の直縁隊になる。15日、252空は、解体。飛行隊の半数は、内地機関、残りは、特攻部隊として201空に編入された。 角田自身は熟練搭乗員であったためか、爆走することはなく、もっぱら直営任務であった。1945年1月8日、台湾へ撤退。飛行機を失った搭乗員は、徒歩で18日間かかって、告げ柄をまで工軍し、そこから輸送機で撤退した。1945年2月5日、台湾に引き上げた隊員を中心として205空が、 開け隊角田は、戦闘317飛行隊に配属された。4月に入ると、沖縄攻撃のための米艦隊が、台湾近海に出没するようになり、角田も特攻隊時期延期として、たびたび出撃した。5月、海軍中尉に進級。8月14日、先駆け作戦の発令により、在台湾航空隊の前期特攻突入用意が、命ぜられた。 8月15日、終戦。出撃準備中に、出撃までの指示が出た。角田が終戦を知ったのは数日後のことであったという。公式撃墜数は9機。神立、直樹の調べでは、単独撃墜数は13機共同撃墜数を含めると、約100機になる。ヘンリー・酒井田の調べでは、単独撃墜9機である。中国軍の台湾進駐後も、 捕虜扱いされることはなく、外出は自由であった。地球のための旗作作業などをしていたが、12月末に、鹿児島行の福音船に乗り、1946年元旦、実家に帰宅した。1946年11月、茨城県海拓隊に入り、火山性土壌の山林開墾に従事した。1964年暮れ、まともな住居に住めるようになり、 この頃から各種戦友会に入会。1974年、元部下に誘われて参加した九州の遺族訪問をきっかけに、農棺期には遺族探し、訪問を行うようになった。また、戦友会世話人として南方各地の戦地に遺族を案内し、現地慰霊祭を行った。2013年2月14日死去。ありがとうございます。